防災最前線です。去年10月、高潮によって多くの床上浸水被害が起きた台風19号から1年余り。この時、焼津市ではこの数十年で経験がないほどの大量の災害廃棄物が出ました。自然災害で突然大量発生する災害ごみをいかに片付けるか、自治体で大きな問題となっています。膝下まで冠水しています。こちら交差点だと思われますが、一面水浸しです。去年10月、県内を襲った台風19号。焼津市では高潮と大雨が重なり、沿岸部の2つの地区が床上まで水に浸かりました。どこまで水が来たんですか？だからちょうどここが濡れてるから、ここまでだね。腰ぐらいまでね。もう今片付けをしたんだけど、冷蔵庫の中が水に浸かった。大量の家具や家電などが災害廃棄物、災害ごみとなりました。焼津市は台風通過の翌日、災害ごみの仮置き場を作りました。当時入ったところに受付を作りまして、入ってきた人、車1台1台受付をして、何を持ってきたか一台一台チェックをしていました。仮置き場には家具がおよそ30トン、水に浸かった畳はおよそ40トン、他にも家電や稲わらなどを中心に山積みにされました。すごい大変でしたね。やはりノウハウがなかったものですから、やはり当日になってすごいバタバタとしながら作業をして準備をしたというのを記憶してます。焼津市では災害ごみの仮置き場を設けるような地震や水害は少なくとも過去30年経験がありませんでした。しかし今度また想定を超える台風などで大規模な浸水が発生したら、大量の災害ごみに対応できるのでしょうか。この仮置き場だけでは足りなくなるんじゃないかなという気はします。もっと大きな面積が必要になるかなとは思っていまして、そういったところも候補出しながら今後準備進めていかないといけないなと思います。2016年4月の熊本地震、2日のうちに最大震度7を2回観測。熊本県内で家屋の倒壊などで311万トンの災害ごみが発生しました。最初はどうしても、特に熊本地震の場合はパニック状態だったので、仕分けだったりとか、そういうやはり行政を通じて、分別をして出してくださいとか、そういう情報をなかなか最初の段階ではできなかったっていうのが難しいところだったんです。被災直後、ごちゃ混ぜの廃棄物を一から分別し直したため、処理に時間がかかりました。一人一人ができる限りゴミを分別することと、分別したゴミをしっかり分けるゴミ置き場の管理が鍵になりました。熊本地震では、熊本市のゴミ焼却炉も被害を受けるなど、それぞれの自治体だけでは処理しきれなくなっていました。最初は県内処理を考えてました。ただ、もう莫大な廃棄物の量でしたので、全国の方にですね、応援をしていただきました。静岡県全体に被害が及ぶ南海トラフ巨大地震が発生したとしたら、県内の市や町で片付けられないゴミを他の県に代わりに処理してもらう連携ができるかも重要になります。静岡県は関東ブロックと、あと中部ブロックと、その両方に所属してまして、日頃から訓練をやったり、情報伝達をしたりとかしておりますので、広域な連携を取るように準備を、日頃からしてはいます。焼津市では去年の浸水被害の後、市民に災害ごみを意識してもらうようにしました。冊子にはゴミを分別する大切さ、収集場所などは同ホーム線ホームページで知らせることなどをまとめたほか、
普段から不要なものを処分し、災害廃棄物をできるだけ出さない準備も呼びかけています。災害ごみを正しく知り、行政と住民が足並みを揃えることが復旧・復興を早めることになりそうです。